小鹿野ゼミナール塾長の小鹿野と申します。皆さんお元気ですか？元気でといいですね。ちょっと電気つけましょう。ちょっとまあ、そう質問が視聴者からあっていろいろとお答えさせてもらってるんですけど、まあ、その方がね、僕は宮本太郎と橋本徹君を信じてるんですみたいなこと言うから、とんでもねえ左翼君と、とんでもねえ新自由主義者の何を信じるんじゃいっていう感じで、少々びっくりしたんですけどね。まあまず、他のゼミナールのチャンネル登録よろしく、Twitter、Instagram とか Facebook のフォローよろしく、速度 1.5 倍にしてここ一幕こうつけるといいんじゃないかなと思います。まあそれで橋本徹君についてちょっと批評をさせていただくんですけどね、まあ、批評のことをまあ英語でクリティックと言いますね。でクリティックっていうのがね、クライシス、危機から来てるようですね。なのでまあクリティカルヒットとかね、ファイナルファンタジーとかしたことある人とかでしたら、普通にこうピュッピュッって攻撃してるのにダーンって当たる時が時々あるんですね。これ瀕死を至らしめる攻撃ってクリティカルヒットっていうらしいんですね。でそこからまあどうやらクリティックっていうのが出てきたので、デンジャーゾーンとセーフティーゾーンをこう見極めるこうラインですね。この危機な部分と安全な部分をこう境目ですね、ここを見極めるっていうのを批評というらしいですね。ですからまあ小生に橋本徹君を批評させる、素養があるのかというと、どうやら怪しいという感じなんですけど、まあ、一応批評させてもらうと、まあ10年ぐらい前ですかね、11年ぐらい前だったのか忘れたんですけど、震災の前に、橋本徹君がなんか大阪都構想というかね、そういう例の、まあ町でこういうふうに大阪を変えていくんだみたいなのを、まあ、友達と行ったことがあって、まあ超満員でしたね。まあ人気者ですよ。で小生2015年の大阪都構想に関してはね、若干の賛成があったんですね。でまあなぜ賛成があったかといったら、創価学会ですね、公明党が、2015年の時には反対をしてた。で日本共産党も自民党も民主党も全部反対してて、で彼がまあ大阪市長とかになったっていうのが、そもそもまあ、高人さんとかそういった人の、あれでやってるので、まあ、後ろにいるのがもう本当に正直かなり弱い感じだったんですけど、2015年のこう選挙に負けた後にですね、創価学会とかね、そこら辺の、グループ、まあ、菅さんもそうなんですけどね、自民党ですけど、そこら辺とすごく、ラインを強くしてたので、非常にもうここからはダメだなっていう感じ、もう犬も食えねえなみたいな感じになってきて、まあ、その10年か11年前にタウンミーティングみたいな感じなのをした時にですね、まあちょっとあんまり筋が良くねえなと思ったのが、まず彼がやったのがですね、大阪は赤字だと、赤字財政ゆえに、公務員の給料下げると、俺の給料も下げるからみんな下げろっていうふうなことをやったんです。しかしですね、大阪の公務員の給料が下がったり、あとは民営化もしましたね。民営化をすると給料が下がるということは大阪全体の GDP が下がるとなってくると、今までじゃあまあ手取りとね、額面はちょっと違うんですけど、一応額面で600万から700万もらってた人が、何万人もいたのが、そこら辺が100万減って500万から600万ぐらいになってくると、
今までの生活水準を100万円分下げなくちゃいけなくなるので、じゃ今まで旅行に行こうとかっていうのは旅行行かなくなったりとか、で今まではちょっと家族でね、ちょっと美味しいもの食べに行こうっていうのが、いやもう家で食べようよとかね、あとはもうサイゼリヤでいいじゃねえかとかね、そういう形で、どんどんみんながこう貧乏になっていくというか、お金を使おうかなっていう気分がどんどんこう損なっていくわけですよ。ということで、じゃあね、お金がな、今までこれぐらいもらえるっていうのが減ったりとかすると、じゃあ家買おうかなって気分も損なりますよね。だからそう、家とか買いたいなとか、そういったところがなくなると、住宅系の人たちにもお金がいかなくなる。ほんで給料が減ると、いやカップラーメンでいいでしょみたいになってくると、飲食店とかのお金がなくなる。その公務員の給料が減るっていうのは、実はこの、そういう何ですかね、飲食店だったりとか、そういった住宅系の仕事たちのお金が減ってくるわけですよ。でさらにそういう、その飲食とかそういったところのもっと下に、実は芸術ってあるんですよね。例えばその絵を買おうとか、音楽聴きに行こうとかっていうのも、結局その自分の生活がある程度安定してないと、音楽聴きに行こうかなとか、そういう気分にならないじゃないですか。それ公務員を減らすと、の給料を減らすとか、公務員を民営化するということは、実はひっくり返すと大阪全体の GDP が下がってしまう。で、彼はまあこういうことを言ったわけですね。民間の給料が減ってるんだから、公務員の給料も減らさなくてはいけない。それはね、一見正しそうに聞こえるわけですよ。しかしですね、1989年、今からまあ30年ぐらい前ですよ。その時にまあね、ジャンプも170円とか160円ぐらいでね、タバコも170円ぐらいで、なんかお釣りでちょっと駄菓子買ったりとかね、そういうのガキの時にしてたんですけど、そういう時代の時に男が500、600万ぐらいもらえてたんですね、平均で。なので公務員になるのが公僕だからアホちゃうと。京セラとかで係長になったらすぐに1000万ぐらいもらえるのに、なんでわざわざ一流大学で学校の先生になるんだとかね。そういうふうに、30年前の世界っていうのは、実は学校の先生になる方をバカにされてたわけですね。ブルーカラーの人たちも500、600万ぐらいもらえてたわけですから。ということは一億総中流と言われてた時代で、つまり男が500、600万稼げたりとかすると、女性に対して、まあちょっと、まあその時はまあね、シャープが本藩に買われたりとか、そういうこともなかったと思ってた時代ですから、まあ、60まで面倒企業を見てくれるから、君と僕のために弁当作ってよと。で、僕の子供を産んで、弁当作ってくれよとかね。ということは、女性に対して働かなくてもいいよって言えてた時代が30年前にあったわけですね。じゃ今は、男と女の平均の所得が300、400万ぐらいまで下がっちゃってますから。ということは、雇用主からすると30年前の給料払ったら2人雇えるようになっただけなんですね。ということは、女性が安心して子供が産めなくなってる。んで、まあ、その竹中平蔵とかが派遣とかも作っちゃったので、福利厚生もないし、ボーナスもないし、みたいな感じの、正社員とパートの間に派遣というものを作って、で、こう、所得の格差が生まれてね。で、真面目に働かない。彼らは会社愛せませんから。だって40、50になっても給料2、300万ですから、結婚もできないし。年で2、3年経ったらいつでも首切られるわけでしょ。そういう状態するから、外国人雇ったらいいじゃないかみたいな感じになってるんですけれども、まあその話はまあ置いといてね。ということは、橋本徹君がですよ、少なくとも1989年ぐらいの男が500、600万以上もらえてて、まあその20年で経済成長2倍ぐらいしないと世界的にやばいんですけど、なので1000万にしなさいって本当は思ってるんですけど、少なくとも500、600万稼げるようにして、女性に対していつでも仕事辞めてもいいよと言える社会に戻すんだっていうんだったら、橋本徹君に対して、僕君応援するよって言ってるんだけど、
民間の給料が下がってるから公務員の給料も下げろっていうんじゃなくて、民間の給料を30年前の5、600万もらえるように頑張って戻して、公務員にならなくても民間でバリバリ働いて公務員よりも稼ぐぞっていう社会にするんだっていうんだったら、僕は小生は橋本徹君に対して「おお、君の言ってることは素晴らしい」って言うんだけど、じゃあ彼ら大阪都構想が何やってるかって言ったら、インバウンドって言って、外国人の金持ちとか外国人様からこれでもうやってもう乞食みたいになってね。で、日本人は消費税10%払うのに、外国人の人は消費税がかからない形にしてるんですね。これはまあ別に橋本徹君によって国家がしてる。厳密に言うと創価学会、公明党ね、国交大臣してますから、その赤羽さんたちが、2004年から2008年に国交大臣に勤めた。で、国交大臣を辞めた数ヶ月後に観光部を観光庁にしてますからね。そことも関係はしてるんだろうけども、ただまあやっぱりその、なんて言うんですかね、つまり大阪維新の会が何をやってるかって言ったら、日本人に国内投資をして生産性を上げて日本人の所得を上げて、日本人が日本人のものをこう買いたいように、こう内需を巡らせるやり方じゃなくて、日本人に国内投資をせずに、でさらに公務員の給料を下げて、でに大阪の GDP を下げて外国人様ってせびるようにする。これって乞食でしょね。つまり、その日本人を貧乏にさせるやり方をしてる、つまり新自由主義なんですね。でさらに、その関西落語とかそういった落語をもうやめろと、金儲からねえんだからやめろよっていうわけですね。どこのごろつきだよと。つまり僕はグローバリズムっていうのはね、例えばグローブっていうのは球体なんで地球なんですね。グローバリストってどういうことかって言ったら地球人って意味なわけですね。つまり、まあ三島由紀夫大先生がですね、7月の7日の富士の勇敢とかで何か書いてたことだったと思うんですけど、のっぺりとしてニュートラルで、無機質で、で中間色で、で何の変哲もない、なんかのっぺりとしたね、でまあ抜け目のないね、経済だけの大国が残ると。ということは、天皇陛下に対する敬意もなくて、そういった日本の伝統ですよね。小林秀夫とかがその、国民の精神っていうこの文明ですよね。その国民の精神というのは、まあ福沢諭吉風に言うと「気に風」と書いて気風なんですね。国民の気風なんです。文明とは気風なわけですね。この気風がこう乱れてですね、じゃあ我々日本人、日本とは何なのか、何ぞやといった時にですね、日本の大切にしてるものはこれですとかっていう、こう言えなくなってしまうのがグローバリズムだと思ってるんです。ということは、例えば今ね、例えば仙台に行ってもね、まあ福岡に行っても北海道に行っても、いつものコンビニもありね、いつもの丼屋さんもあってね、なんかせっかく地方に来たのに、なんか地方のものがないんですね。マクドナルドもスターバックスもあるわけですよ。で、世界的な視点で言えば、パリに行ってもウランバートルに行ってもモロッコに行ってもスターバックスとマクドナルドがあるわけですね。いや、それはね、マクドナルドが食べれるのは嬉しいのかもしれないんだけどさ、つまりその彼らグローバル企業っていうのは、まあ、エストニアとかに本社を置いて法人税を払わずして、で極力ですね、そういう上手に税金を払わないやり方っていうのを、まあ、優秀な、まあ、弁護士とかそこら辺のやつらを雇って、で、まあ、世界の文化とか文明を壊していくわけですよ。つまりその関西落語をなくすということはどういうことですかって言ったら、関西に面白いものは何ですかって言った時に、関西落語が儲かんないからやめようよって言ったら、その100年は経ってるか知らないけどさ、この古いものがポンってなくなった時に、大阪落語がなくなってたとしたら、じゃあ大阪って何なんですかって自慢できる題材が減ってくるわけでしょ。
儲かるからやるんじゃなくて、昔の人たちが何で残してたのかっていう、そういうお金になるならないというよりも文化をこう大切に残して、じゃあ大阪って何なんですかっていう時に、そういう古いものを残した時にこんな面白いものがあるんですよ、こんな古い関西の言葉をね大切にしてるやつらがいるんですよって言ったら、バーってこうまた火がつくかもしれないわけですよ。で、儲からないからもうこんなのいらないとかって簡単に言うわけですよ。そしたらもうのっぺりとした無機質でね、何の変哲もないニュートラルな国家になるわけでしょ、中間色でね。じゃなくて、日本人はやっぱこう天皇陛下好きだなとかさ、ね、神社仏閣好きだなとか、つまりさ、橋本徹君とかが言ってることとかって、古い神社とか仏閣を儲かんなかったら潰せばいいじゃん、ビル建てようよって。そりゃビル建てた方がさ、その非常にとかマンション建てた方が人が住めていいのかもしれないけど、でもその古いものがなんで古いのか、古くていいものなのかっていうのをちゃんとこうみんなに伝えることができたら、そこを観光にすることもできたりとかですね、いろんなやり方があると思うんですよ。もう古いものを壊すのは簡単ですよ。でもその古いものをなんで自分たちの諸先輩方がこう残したのかっていうことをちょっと考えるね、素養も持っていただけないですかねっていうのがまあ僕の考えでね。ですからまあそういう合理主義とかね、あとはなんかね、地方主権とかっていうわけでしょ、ね、道州制にやりたいんですとかっていうわけでしょ。じゃあ道州制やったらどうなるんじゃいって言ったら、これは簡単でね、江戸から明治に変わる前にですよ、撮影戦争したわけですよ。そしたらもう薩摩はね、火の海にさせられたわけさ。それまでは藩で、全ての藩が国だったんですけれども、これだとね、大英帝国と戦って一個ずつ藩取られたら、これ日本が熟々にこう支配されていくわと。で、長州もね、その西洋列強の4つの国と戦ってね、コテンパンにやられてるんですよ。その時にね、あ、これは藩一つではその西洋列強に勝てないわということで、天皇をこう中心に添えた国家づくりをやっていきましょうということで、そういう意味で、まあ、維新ですね、新たに天皇を中心に添える国家づくりをしましょうということで、で、まあ無血革命つっても、まあ何万人かは死んでるんですけれども、まあそれで、天皇を中心に添えるやって、それの後廃藩置県をしたと。つまりそのおそらく、道州制をすると北海道と四国はね、多分すぐ外資に取られます、ね、でその後熟々と東北とか九州が取られて、で両手両足取られた状態で、東海道線も取られるというような流れになっていくと思う。こういったことを進めているのが橋本徹。あなたはどう思いますかと、まあ、時間になりましたからありますけれども、まあ、チャンネル登録もよろしく、いいねもよろしく、やれやれよ、やれやれ。